はい、皆さんこんにちは。アイスタンチャンネルのヒッポです。今日は iOS おすすめアプリ紹介ということで iOS のおすすめアプリを紹介したいと思います。今日紹介するアプリはこれです。宅配戦利眼というアプリですね。宅配戦利眼とかっこいいアプリ名でございます。まずアプリのアイコンを見ていきましょう。アプリアイコンはトラックですね。ブルー基調としてますね。はい、これまあ皆さん知って使ってる方もいると思うんですけど、こんな感じにね、例えば日本郵便のアプリとかヤマト運輸のアプリのように、伝票のね、番号とかこうやって打つとね、いわゆる追跡ですよ、荷物の追跡。これはね、日本郵便とヤマト運輸が入ってるんですけど、これがいらなくなる。じゃあどういうことと。これはですね、どういうことかって言いますと、これ、すごいことが、あれなんですよ。どこの会社でも打ったら自動判別してくれるんです。配送業者ってありますよね。ここ自動判別なんですよ。だからもういちいちアプリとかいらない。じゃあどの業者が使えるんよと、使えるんだというね。ちょっと一回やっていきましょうか。これね、自動判別。じゃあちょっと待って、自動判別ですが、まあ指定したい場合は、まあ、DHL。DHL。福山通運。カトーレック。カトーレック。知らないな。日本郵便。だから、これがある時点で、あの、日本郵便の公式アプリは不要になっちゃうと。まあ、公式アプリでも他にできることあるんでね、不要とは言いませんけど。佐川急便。西能運輸。あまりわかんない。あと、ヤマト運輸と。いや、じゃあ、いらなくなっちゃうとね。簡単に大きくいっちゃうと。こんな感じに、まあ、自動判別がいいでしょうね。で、適当に、ここに番号を打ち込んできます。何しようかな。じゃあ、かっこいい名前にしましょう。じゃあ、アイサタンチャンネル。例えば、アイサタンチャンネルっていう番号があったとしたら、これで保存していく。問い合わせ。だメモとかも、これはまあ、YouTube でーすってね。YouTube ですと。はい、こんな感じ。YouTube ですと。って感じで、これ保存と。確認できません。これもう瞬時にやってくるんですよね。そうですね。じゃあ問い合わせ番号なんかありますかね。じゃあ、番号が間違ってますって言いますけどね。こんな感じに、とにかくこのアプリ何がするかっていうと、どこの会社でも使えるんですよ。だからどこ、会社のことのアプリがいらない。もうこれ一つで、番号適当に打てば、判別、会社の自動判別、そして荷物の追跡を行ってくれるという、とっても便利なアプリ。ただいまこれは無料アプリだ気がしますね。今回紹介したのは、宅配戦利眼です。このようにね、各会社ごとに大量のアプリ。ありますけど、これもうめんどくせえよって方はね、この宅配戦利眼で一つにまとめてみてはいかがでしょうか。はい、今回紹介したのは宅配戦利眼という iOS アプリでした。 Android の方はあるかわからないんですが、きっとあると思います。ということで、ヒッポちゃんでした。